三世一新の法は、奈良時代前期の養老七年四月十七日に発布された核であり、婚伝の奨励のため開婚者から三世代までの婚伝使優を認めた法令である。当時は養老七年核とも呼ばれた。館外施設を新設して婚伝を行った場合は、三世までの所有を許し、季節の館外施設を利用して婚伝を行った場合は、 開墾者本人一世の所有を許すというものである。三世一心法志向の前年のうる4月25日、大上官が創上し採化された政策の中に、両年百万兆部開墾計画があった。これは、食料増産を目的として新たに百万兆部の農地を開墾するというあまりにも壮大な計画だった。このような計画が策定された理由については、 人口増加に伴い食料不足が生じた、返境での国防費にかかる財政需要が生じた、当時実権を握っていた長屋王による建政孤事的な計画だった等が考えられているが、どれも決定的な説ではない。いずれにせよ、この計画を遂行するため、三世一新法が施行されたと考えられている。三成一新法の施行により、根伝の実施が増加したのは、 ほぼ確実であろう。ただし、その効果は一時的にしか続かなかったようだ。三世一新法から20年後に施行された根伝永年資材法に三世一新法があるが、期限が到来すれば就効してしまうので、農民は怠けて根伝を行わないとあるので、三世一新法の効果は20年未満しか継続しなかったようである。しかしながら、 わずか20年で3代が経過し、就航の期限が近づくとは考えられないため、これは大事者や貴族豪族の利益誘導を目的とした法改正という説もある。ただ、既存の灌溉施設を用いた根殿は1代のみで就航されるため、そういった根殿ではすでに農民が怠ける事態が起きていた可能性もある。単なる意欲減退ではなく、 意図的に荒らした後で再開婚すれば、再び所有権が得られるので、それを狙った可能性もある。一般に賛成一審法は、後の根伝永年資材法と合わせて、律令体制の根幹である、高知公民制の崩壊の第一歩だ、と考えられている。しかし、高知公民制が律令体制の根幹であるとは、律令のどこにも記載されていない。また、 反伝デ受法の実施が平安時代以降を行えなくなった事実の方こそ高知公民制の崩壊への影響はより大きく、あるいは最初から高知公民制は不徹底だったという説も存在する。現存する養老律量の伝領には農地開墾に関する規定がない。すべての農地が高知とされた以上、新規開墾は国家が行わねばならず、それが不可能であるなら、 何らかの手段で民間に委ねることは必須となる。そのため、民間での根伝を推奨するため、賛成一新法を特別措置法的に定めたものと考えられる。この観点からであれば、賛成一新法は、律令の不備を補完する法令だったと言える。ありがとうございます。